ハロー、YouTube! 投資家の馬場です。本日も YouTube やっていきます。2020年6月13日、サタデー、土曜日でございます。はい。今日もね、えー、まあ YouTube やっていくんですけども、今日のお題は、はい。ホテルについてお,お話しさせていただこうと思っております。ね。 見直されるホテルという感じでございまして、レンタルできる生活空間等々も含めてですね、あとサロネーゼという、ね、方々がね、あの、着目するホテルについて、ね、フリーランスこそホテルとかね、そういったところも、ね、含めてお話しさせていただこうと思っております。最後まで皆様ご視聴のほど何卒よろしくお願いいたします。 ババチャンネルでございます。皆様チャンネル登録、何卒よろしくお願いいたしますね。お友達の皆様にもぜひともよろしくお伝えくださいませ。ババチャンネルでございます。はい、それで終わります。ね、普段はね、あの、投資とかね、世界情勢とか、えー、株式投資とかね、そんなことをお話しさせていただいておりますので、また後はね、そのね、えー、まあ、世界に、 ニュースとかも含めて、その中のね、レイステーション i 5とかね、iPhone とか、いろいろなガジェットものもね、時たまにね、あの、お伝えさせていただいている感じでございます。そんなババーチャンネルでございます。それで参ります。はい、それではいきます。毎日 YouTube 配信している感じでございまして、ね、今日はね、またね、えそうですね、土日ということで、皆様、株式投資はね、土日がお休みでございますからね、 まあ、土日勉強していこうということでございますけども、はい、皆様いかがお過ごしでございますでしょうか。ダウね、昨晩ね、上がりましたね。まあ、すごい1800ドル下がって、450ぐらいドルが上がったということで、ダウ平均がですね。 はいまあ、ダウとね日経平均、まあに、日本の株とアメリカの株って結構、連動するところがやっぱりあります、日本の株を、ね、やっぱり海外投資家がかなりの、ね、量で、ね、買われているということもあって、連動しているということがありますね、まあ、世界はつながっている、世界は連動しているということでありますけども、はいねまあ、気になるところはです、ねまあまあ上あ、下がって、 思いっきり下がって上がったということで、反発は、それはね、この前のね3月のコロナショックでもそうでした、3月のそばそれでございました。だけどね、次の、今度の月曜日がね気になるところですね、月曜日が見極めのでございますね、月曜、火曜とかね、まあもう僕はね、個人的には上がっていくんじゃないかなと予想しているわけなんですけど、それもねちょっとデータを見て予想しているわけなんですけども、今回はね、ちょっとその、 部分についてはね割愛しますけどもまあねこのあが下がってあがっ で上がって上がって,いっていくのが大事なんですね。まあ、そういったところでございます、まあ。波はあるかと思います。やっぱ株価っていうのは波がありますからですね、ずっとここまで上がってきました。そして今ちょっと調整が入って、また上がっていくというような感じでございますでしょうかね。あと、日本株はやっぱりね、圧倒的に強いですね。もう日銀様がね、購入されていることもあります。今、連続で購入されてますね。やっぱその日銀様の買い支えっていうのは、もう株高を、えー、象徴している感じでございます。 ね、海外投資家のジム・ロジャースっていうね有名な投資家もあの日本株を買いに走ってるとかねもう海外投資家も日本株に着目してどんどん買い で進めていいる感じでございます今まではね2019年とかはね海外投資家っていうのはやっぱ売り目線でね日本株っていうのをねなめて見られていたところもありましたけどもそんなところでございますまあ今日はねちょっと、えー、そ,そこまでにしてですね、えー、まあホテルについてお話しさせていただこうと思っておりましてねデンタルできる生活空間っていうところでねまたねいろんなホテルの価値観ねというものがね変容してきているというかねいろんな使い方があるのかなという どこか今、えー、注目になっていいる感じでございます、ね、まだこの、ね、投資価値もあるんじゃないかなと、やっぱりこの大体いいリーマンショックでも、ね、回復してきました、このコロナショックでもですねやっぱり、ね、ホテルって今落ち込んで厳しい業界ではあるかと思いますけど、これは、ね、あの回復していくんじゃないかなと、ね、一番その期待が込める業界なのではないかと、逆に捉えるとですね。 あの航空業界以上に可能性を秘めたねあの V 字回復がね期待できるんじゃないかなと僕は思っております。またね投資はね自己判断で皆様はねお願いいたします。ま僕の意見もねアイディアとかもね参考程度に捉えていただけたらいいのかなと思っておりますので何卒よろしくお願いします。はい、まあレンタルできる生活空間ということでねまあ多種多様ですね。またのそのレンタルできるまホテルっていうのはまあテレワークね。 まあ、早い前さねテレ、テレワークとか、一時的な避難場所。まあ、このコロナのね、海外から戻ってきた時の、ね、皆様の避難場所としても使えるし、ね、まあ、あの、いろいろ使えますよ。夏の台風シーズンとかもね、あの、ホテルを予約してて、それで、あの、えー、回避するとか、安全じゃないですかね。もう、食事も出るし、あのね、 シーツも変えてくれる衛生的ですし、ね、清掃もしてくれる、ね、大浴場もある料理もあるでも完璧というかね、えー、まあいい空間ですよね、まあ、かつてね、まあ、レンタルできる生活空間そうですよ、まあ、そこでいろいろ生活ができるというわけでまたそのアパホテルね東京で、ね、1泊2500円でアパホテルがね ででできるんすすすよここれが、ね、すごいことですね都心で1ヶ月あたりいくらかな、えー、7.5万円で都心で生活できるってビジネスも広がりますし、すごくね、都心でやっぱりね、借りたらそこそこ狭いし、ね、高いですよ。 7.5万じゃいいすまないと思うんですねそれがねもう整備された環境で7.5万でやれるっていうのはねインターネットもね揃ってるしねパソコンもあるっていうことは、まあ、素晴らしいんじゃないかなと思いますけどもねいやーねいろんなビジネスのスタイルが決まってくるのかなそれがホテルがキーワードになってくるのかなというところもありますけどもやっぱりね昔ねやっぱりね一時的な避難場所とかっていうのもありますけども昔やっぱりその ね文豪の皆様とかね、熱海とかね行ってね、旅館とかホテルとかに泊まってですね、執筆活動ですか、やっぱりテレワークじゃないんですけどね、やっぱりこもって仕事をするっていうところも大事ですね、キーポイントになってきますね、やっぱりね、普段の生活スタイルとは違ったところにこもって集中的に勉強する、カフェとかもそうだと思うんですけども、ホテルってね、そういったところで、 活用している方々も多いかと思いますけどね、まあ、そういうところでの、ね、活用もあるということで、まあ、フリーランスことホテルとかね、フリーランスの皆様こそホテルを使うとかもね、今後あるんじゃないかなといろいろ使いごってがあるんじゃないかなと思いますね。まああ、ね、商談もホテルだったらししやすいしねあのね高いねねの高 あの天井のホテル、そのロビーのねあの待合室ですか、ロビーのホテルも何もかもがね高級品ですしね、なんかね、入れて商談もどんどん進まれそうですね、特にあのホテルのあの高いロビーのね高さによってコーヒーヒ高さに心理的な要素があって、ですね人間、あの高いの天井があるとですねいろいろやっぱり決まりやすいみたいですよ、その商談とかね。であの 物が高く売れるらしいですねホテルのコーヒーが高いというのはあの天井の高さに比例してるんじゃないかということもあるんですけども、まあ、そういったとこもあってですね、まあ、ホテルが今注目を集めている感じが出ますが、まあねうんまあ、仕事は集中こもってしないといけないけど家族と、ね、ご家族とまあ食事はしたいということはですね 方もいると思うんですねそこはホテルで使って朝食とかね、夕食はホテルで食べるとかね、いいじゃないですか。あとまあ、そのフリーランスのね、ホテルスタイルというか、その部分でサロネーゼという方々ですね、全国に100万人いるんですけども、どういう方々かというと、自宅でメイクレッスンとかね、フラワーアレジメント、あとまあ、料理とかね、手芸。 アロマセラピーなどを行う人を言うんですけどサロネーゼって、ね、こういった方々もね、えー、まあ料理とかは難しいかもしれないですけどどうなのかな難しいのかな、まあ、場合によりますけどホテルの種類にもよりますけど、ねえー、まあそういったの方々にとってもね、まあ、まあフリーランスというかねサロネーゼの方々にとってもやっぱホテルっていうのはねすごくいいんじゃないかなというところでございますね。 他人の絵に行くっていうこともね、なかなか抵抗感があります。そので、また家族もね、その他人が、赤の他人が来るってことはね、非常にね、リスキーというか、なんかちょっと心理的抵抗がありますよね。まあ、そういったところを、このホテルがかばってくれるというね、代用してくれる。もう清潔ですよ、ホテルっていうのはね、清掃もされてですね。だから、えー、よくわからない人が集まってくるサロネーゼ。 の方々にとってねやっぱりホテルっていうのはすごくいいのかなというね存在価値があるのかなというふうに感じますね。またカラーコーディネーターの方々まあ友人とかも言うんですけどもホテルがやっぱりね部屋を時間貸ししてくれるといいよねとかねいうお話もありますですね、この時間貸しそういったサービスもどんどん増えてくるでしょうね。まあね例えばねうかアパホテル1泊件だからねもう時間が過ぎ 時間普通の会議室とかねシェアオフィス借りるでも、ね、アパホテル借りた方がいいんじゃないかそのホテル借りた方がいいんじゃないかなっていうレベルぐらいですねあとラブホテルとかねこれも、ね、いろいろ有効活用できそうですねだからラブホテル聞くところには女性2人で入ってその何ですかあの、えー キャラクターものの衣装を着たりとかあ,ああいうのをやったりで撮影ごっこしたりするんですかそういったのも流行っていると聞きますけどもやっぱりその、まあ、写真業とか映像業とかも含めてその異空間とそのね、うん 空間でそそののねそんな撮影するのもいいのかもしれないいですね、まあ、いか,いかがわしいものは省いてです、ね、それで真剣な話、そんな感じもいろいろ用途が使えるのかなというところもありますよね。はいう、まあ、ことでございまして、まあ、食事が出る人が耳に見回りしてくれる、身の回りの清掃してくれる、まあ、こういった部分を考えると、やっぱ保育業やケア施設などにもですねやっぱ可能性を秘めるホテルなのかなというふうに感じます。 ね、その保育業、確かに、ね、そういったところも、ねうん、この空間を、ね、うまく、ね、ホテルという空間を、ね、活用したいなというところもあります,です、ねはいまあ、このウィズコロナということになってです、ねえー、まあ注目をあ集めていくのを かなという感じましますま観光業だけではないその使い方レンタルできる生活空間っていうのがまあ今後ホテルという感じであの注目が集めてくるのかなという感じでございますそんなお話を今日はさせていただきました、えー、まあそういろいろねありますよホテルね今非常に厳しい とととこころろに収益が落ち込んでいいるるもあるかと思いますだけどねやっぱりホテルの価値っていうのはすごくねえプライスレスっていう部分もありますからですねいろんな使い方をしてあの活用して利用してですね、えー、まあね場合によってはねその都心にやっぱりねさっきも言ったアパホテルにね、えー、7.5万で住めるということは1ヶ月で7.5万で住めるってことは非常にねあのうん。 やっぱり家賃を払うよりかはいいっていうような感じにもなりますからですね。そんなところの使い勝手もいいんじゃないかなと思います。改めてですね。はい本日はまホテルについてお話しさせていただきました。普段はねまたね投資とかもお話しさせていただいてますので引き続きババアチャンネルを何卒よろしくお願いいたします。 こちらに丸いボタンが出てきます。この丸いボタンはね、魔法みたいなボタンでございまして、ポンってね、ちょっと触って押すとですね、なんと、ポップアップが出て、ポンとポップアップが出て何かが出てきます。でチャンネル登録がなんとできる、そこでできるということがで,できますので、な卒とぞよろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いしますね。ありがとうございます。